月サクサク説38回目の相手は現広島カープの監督でもあり、また OB 選手として公式に収録されている新井貴浩。今季あの戦力の広島カープを2位に導き、また CS ファーストステージを勝ち抜いた名将ですよ。残念ながら CS ファイナルで阪神にあっちゅう間負けたので敗退ということになりましたが、いやいや、そこに行けることがすごいじゃない。ぶっちゃけね、あまり監督としての仕事っていうのはしてないと思うんですよ。その周りの人たちが投手の運用とか野手の運用とか、また育成とかそういう部分をしていて、新井監督がどっちかといえばよう言われとんのはファンのおじさん的な感じで、めちゃくちゃベンチを盛り上げてるじゃないですか。先週4の得点入ったら喜んでるし、さよなら勝ちとかしたらもう誰よりも先に行っちゃってるからね。あんた監督やね。名監督という表現はまだちょいと早いですけど、少なくとも今年1年は有能監督で、そして名選手だった新井さん、もちろん能力が強いですね。これ2005年の本塁打王のタイトルを受賞した時のものが再現され、この時ってまだ広島市民球場で、あれめちゃくちゃ狭かった球場でしょ。だから43本も打ててる。もちろん元の自力のパワーがあるといえばそうですけど、それ以上球場の恩恵が大きくて、この年だけめちゃくちゃ打っとんのよ。今2023年のシーズンにセリーグに広島カープに加わると、その中どのような個人成績を残すのか、選手を作る際の持ち込みアイテム、まずはパワーが第一になる対決なのでパワー強化カード、あと総合的に見ていくと守備等はあまり必要がない。やっぱ打ってなんぼなんでね、そこの部分を重点的に上げていきたいので、ミート強化カードでとにかく打力を鍛え上げて、そこの部分で負けないように、そしてそこの部分でカープの優勝に貢献できるような選手を作っていこう。レッツ対決サクサクです。始まりから目の前に選手が一人、三好がいますね。そして青パネルも打撃系のパネルが多いので、それを踏んでステージ1から能力を上げるスタートを切っていこう。いきなりパワー上がっていい感じだぜ。できれば弾道ね、もうそれ最優先でまず上げていきたい部分だから、それがあってくれることを願ってるんだけど、全く出てこない時があって、今宵がその時ではないはず。また強化カードゲット、総力までも上げていく、いいことですね。無事に色々と追加されたんですけども、なんで赤で人を囲むのかよくわかんないな。とりあえず一回シャックルを踏んで、まあ、いろいろやれることはまだまだ残ってるんで、それらも踏んでやる気も上げて、パワー能力も上げて、強化カード持ち込んでるんで、その辺のパネルは最優先に踏んで踏んで、まあ、でもこれ以上はもういいかな。先も長い人生の中、ここで全てを出し切って使い切るわけにはいかないの。新井さんを超えるためにはこの先が重要なんだからね。ステージ2、何か出会いがあるのか。一人が選手いて、それは西川。確か今季 FA 権習得済みですよね。オフにはどうなるのか。ソフトバンクあたりに行ったら印象最悪ですけどね。確かなんか大のオリックスファンかなんかで、オリックスに行きたいみたいなことを前もって言ってたような気がするんだよな。だとしたらオリックスに行っちゃうのかな。オリックスが強くなってからオリックスに行きたいとか言い始めた選手じゃないんだよ。ほんともっと早い段階からオリックスに行きたいみたいなことを豪語してた記憶があるんだけど。え、気分が悪くなって、これじゃあゴールに行くことがちょいと厳しい。だから回復していかないと。カードが落ちていて、補給強化カード。やばいね。今回強化カードめちゃくちゃ手に入れている。強化カードマニアとなってるよ。でもそれだけあってもしゃあないから。はい、青が赤に輝き出す。もうゴール行くしかないですね。体力もだいぶ使い切って、そして最後、ハテナパネルがあって、赤が輝き出す。いや、意味ない、ここで。無意味。何これ。体力回復するイベントもなければ、この後何もないのであれば、何でもない選手が出来上がって終わっちゃう。ステージ3、何か何もない、今のところはね。何かこの先あるでしょう。過去に作った自分の選手が2人も並んでる。アクロ髪のやつが2人もいたら気持ち悪いね。どっちも大した選手じゃねえし。一応会うけどね、会えるんだったら。寄ってくるんでね、あっちから。やっぱ俺が作った選手なんでね。よっしゃ、体力回復で。いや、まずはそこからしていきたいし、宝箱の位置が若干遠いような気がするんだよな。まずは回復パネルを優先的に踏んだ上にシャックルを踏んで、近くに呼び寄せる的な展開を作りたいんだけど、弾道を上げてくれない、パワー上げてくれるのもありがたい。パネルとしてもないし。そして、こんだけの保険となる強化カードを持ち込んでる流れで一番上げなきゃダメなパワーの強化カードが落ちるというのが、このゲームの難しさというか、やらしさというか、なんか好きになれない部分。その上で、やる気も下がっちゃって、テンションどん底で、死にたいみたいな顔してますね。死なないで、まだこの世界で張り切って生きていこうぜ。はい、気分も悪くなって、ゴールに行けるますね、ギリギリ。うん、その途中に宝箱取れるかどうかなんですけども、あ、取れますね。ここで取って中身はなんだ？守備力超人ね。いや、守備必要ないね。この時の新井さん、全く守備能力がなかった選手なんですよね。2005年を再現されて作られてるんですけど、打つことしかできてなかった選手、ある意味それも魅力なんですけど、で、打ってたからいい選手だって阪神に言ったんですけどね、FA で。弾道パネルは相変わらずないし、宝箱は近くにあるからそれを取って、肩力超人ね、上げなくてもいい部分だけが上がっていって、やる気もちょっと上げておくわ。こんなやる気でこのままやりたくもないし、カレンの登場で、近い距離ですね、ロックオンされたらやばいが、まあ、されないように、あとは体力を回復して、このステージできることはないですね。この体力で終了
了し最終ステージを迎えて、そこでいろいろと能力を上げていかないと対決にもならない選手現時点になってますけどね。最終的に対決にはなる選手になることはできるのか。全く強みも魅力もないお前ですけど、最後にそれを手に入れていきましょう。弾道パネルは最後の瞬間まで出てこなかった。体力的にそこまでできることもないわけですし、何かいい選手になるなんかタイミング運が絡むのであれば、例えばハテナパネルでこういう回復イベントが続く、無事に青が追加される的なイベントが続くのであればワンチャンあるんだよな。この場合野球人伝で特殊能力固め打ちアベレージと、あ、いっそのことそっちに特化していくのもありですね。もうこの際弾道がないんだから一発撃てない能力であることは確かなんですよ。じゃあ今目の前にある特化パネルを踏んで、ちょっと時間はかかりますけどね、ミートパネルになるまで。彼もいるんであまりごちゃごちゃうろうろはできないが、それが変わるのを待って、変わりましたね。ただ残された体力を考えたら正直それもあまり選択肢としてないような気がする。上げれる幅に限界があるでしょ。ゴール近辺のあるものを踏んでいくしかなくて、もともとの能力が低かったから、ここでこの辺踏んだとしても、あ、もうダメ、あ、だ、あ、ダメ、最終的に何の魅力もない出来損ないの選手になってしまった新井監督と比較してね、単体で見たら例えばアベレージ下持ちで固め打ち、またムード丸っていうのが今の広島カープに合ってるような気がする。能力的にもね、やっぱカープそこまで戦力的に揃ってるチームじゃないからこそ、こういう選手がいるっていうのは一つ魅力だよ。でもちゃうねんちゃうねんちゃうねん、新井監督の全盛期と対決する。能力の時点から対決の結末結果が見えてる、いつもの対決サクサクセスになってしまっていますけども、そこは一旦端に置いといて、隅に避けておいて、もう新井監督がどういう数字を2023年に選手として残すのか、そこに注目してどうぞ。両選手オートペナントの真っ最は打順4番の三塁手、フル出場固定でこれから機会を与えていこうと思います。晩年は一塁手を守るイメージが強かったですけど、前世紀は三塁手をついていて、まあ正直守っちゃダメな守備能力ですけど、打ってたから許された。この世界でも打ってカープを優勝を導くことができるのかというのが期待な部分。いきなりこの新井さんを回しちゃったら動画の本命が終わっちゃいますか。まずは今回作った出来損ないの僕の選手から。こんな選手が4番にいるカープは弱いでしょうね。でも一時リアルでは上本が4番にいたわけですからね、こんな能力の上本が。でもその起用が当たって勝ってたカープですから、悪くはない采配だったんですよ。まあ他にいることが理想で、そんなのがいたらもっと強かったのかなと思いますけども、こいつの場合は上本よりか打力はある。でも上本よりその期待に応えられるかどうかって言われたらどうなんでしょうか。回してみねえとわかんねえということで、1年のシーズン開幕。先行選手の1年のシーズンが終了し、新井さんと違って能力がない、しかしムードは持ってる。そのムードを持ってるがゆえに、もしかしたらカープ全体にいい影響があったのかもしれない。まずは個人の数字から見ていこうと思うんですけど、打率オープン2割5分8厘だってばよ。能力からして考えられる程度の数字でしかない。こいつが持つムード丸というものはチーム全体の打率見ていく感じでもさほど大きく影響はしてないかな。能力がある選手はちゃっかり打率は残してる。あ、でも小園とか、まあでも能力の範囲内かな。西川とかもぶっちゃけ能力に対して低いという印象を受ける。デビッドソンはもう巨人戦限定でしか打たへん選手やから、こういう感じになるわ。143試合きっちりフル出場の中、563打数の145安打、2塁打21本、3塁打0本のホームランは12本。まあ打つよね、打って打てることに驚き。いやでも弾道になんだよな。でパワー C の64、パワー的な問題はないんですけど、弾道の低さゆえにそこまで打たないと思ってた。でもそれでいいのかって言われたら、いい相手じゃないでしょ。足りないですよ全然。ちなみに12本というのはチーム2番目。塁打202塁打打点68打点、得点圏の弱さがあかんすね、印象悪い。そら選手ね、打つことが一番ファンに愛される理由ですよ。でもね、打たずとも愛されてる選手っているんですけど、こいつは打たないし愛されてもない、最悪ですね。何もいいところが今んとこない。フォアボール45、デッドボールが4つ、ギラ5の併殺は10個、対左に対して2割4分4厘、対右2割6分5厘で出塁率3割1分4厘、長打率3割5分9厘の OPS は6割7分3、 RC273.98 というのはチーム全体4番目。小園以下の打撃成績って絶対良くないですよ。打つことが今回の対決を求められる部分で、その打つことはできてないっていうのはここまでの数字を見たら分かるし、この OPS で見ても分かる。あと3連勝ですから最低限の守備成績を求められるんですけど、こいつの場合エラー12個と、能力的にまあそんなエラーするタイプじゃないからそこまで多い印象はない。じゃあ打ってる分のマイナスをプラスにできる守備成績なのかというと別にそうじゃない。こいつがいることによってカープが強くなるっていう理由は数字を見た感じないし、実際このカープに関しては A クラスに入れていないですね。阪神が謎に最下位だし、巨人が1位だし、2位に中日がいるし、でもはちゃめちゃで、でもこれがゲームで、そんなゲームくらいね、いい数字を残せる選手作りたかった、でも作れなかった。
もちろん取れたタイトルなど何もなく、三塁手のベストナインもなければゴールデングラブだってない。そして個人タイトルに関しても呼ばれる名前があるわけもなく、ノンタイトルで終了なのは当たり前。さすがにこんなやつが4番に入る広島カープを優勝に導けるほどの名将ではないということですよね。それは誰だってできないことですよ。リアルはあの戦力で2位に入った、これはすごいことなんですけど、いろんな偶然とか巡り合わせが重なってできた結果、来年同じような結果出せるのかって言われたら、今のカープでは同じような結果出すことは難しいでしょうし、またこのような選手がいる広島カープが A クラスにも入れず、勝率5割も下回って4位で終わって、個人成績もズタボロになる理由は納得しかないんだよね。全く同じ起用法で、続いては高校の新井さん。公式に収録されていて、全盛期の能力は再現されていて、パワー能力に関してはめちゃくちゃに高く、もちろん当てる技術もあるからこそ、そのパワーを生かした本塁打数っていうのも期待できる。守備の部分に関してはないので、そこで足を引っ張ってカープが勝てないってことはないですね。確実にさっきよりは勝ってくると思います。やっぱ今季のカープって他所の目線から見てても4番不在だったような気がするんですよ。選手としても監督としてもチームの勝利に貢献する、そんな新井さんをこれから見ることになるでしょう。期待して1年のシーズン回していきましょう。名選手、新井貴浩1年のシーズンが終了し、まずは一番気になるって言っても過言ではないチームの順位から見ていくと、カープは、最下位、83位で負けすぎじゃないですかね。また阪神も今回も勝ててない。なんで阪神も勝てへんの、さっきが。まあ、そういったん置いとこうか。さっきの選手がいてあれだよ。じゃあ当然上がるだろうと。下がることなんてないだろうと思ってたら、なんでこうなったのか。チームの投手成績を見ていくと、まずワースト 3.48。先発が 3.16 で、先発はリーグワースト2番目かな。そして救援防御率が 4.11 で、なるほど、中継ぎが倒壊を起こしてるってことか、これ。投高打低の時代の中、4点台というチーム防御率は間違いなく悪いですよ。他守れている中、唯一守れていないんだから、そこの部分で負けるってことが多かったんでしょう。何よりも打ててないってこともそうじゃないかな。あ、でもオフィスレンダーは6割2分4なので全体4番目。打ててないというチームではなくて、打つことはほどほどにはできている。ただ守れていないことが原因でこのようなことになっている。つまりは新井さんが足を引っ張ってみたいなことではないんじゃないかなと、あの数字を見る限りは思うんですけど、実際個人の数字見たらやっぱ新井がみたいなことになるのかな。成績、オープン度や打率の部分から2割6分2厘。いや、前にこっち、何1割4分5厘で、デビッドソンいくらなんでも過ぎるでしょ。改めて言う、なんでお前巨人戦限定で打ってきた。あれね、お前の活躍なければ巨人の勝利が多くて A クラス入っていたのは巨人だったかもしれない。あの活躍をリアルで見てるんで、なんでここまで打てないのかなって巨人ファンとしては納得できないんですよね。疑問しか残らねえ。こっちのインパクトすごすぎて新井さんの成績持っていかれましたけど、まず打率に関しては2割6分2厘。全盛期はね、高い打率も残して43本のホームラン打ってたんで、あの時と比べてやっぱリーグのバランス、また投高打低ということになっていることもあってか、新井さん自体も数字はそこまで伸びず、143試合きっちりフル出場の中、539打数の141安打で2塁打20本で、ホームランが重要で、その数がどうなのか、31本それでも打ってきましたね。時代とかうんぬん関係なく30本以上打てるのはやっぱホームランバッターの証、一流だということですよ。31本というのは十分リーグの本塁打を狙える位置につけてると思います。また西川が規定打席到達してないのか、すんげえ打ってるんだけどね。3割4分9厘でホームランも18本、フルで出てたら20いってたし、首位打者も十分狙えたと思いますけども、それいないこともあってがこういう順位になっている。いや、それ以上の投手がひどいちゃうかな。打点に関しては90打点で、得点圏の弱さはまあチャンス F 持ちなんで、得点74で三振127個、数としても多いですね。ただそれ以上三振してる怪物がいますからね。なんやこれ、プロ野球記録作っとる三振率やんけ。フォアボール66、デッドボールが7個で、ギヒが2、併殺16個とらしく多いですね。これぞ荒いって感じ。併殺の赤徳自体はついてないんだけど、らしさ全開やな。出塁率は3割4分9厘、長打率4割7分1厘で、OPS は8割2分、RC27、5.60 で、そして守備の部分に関してはやっぱないがゆえにエラー22個多いな。こんな補給能力だからこそこうなる理由も納得でしかないな。それでもやっぱ新井さんって愛されてるんでね、こういうエラーとかまたゲッツーとかでも笑いになる。ある意味ずるいよね。他の選手だとそれが笑いにならないしさ、めちゃくちゃヤジ飛ばされる。まあ新井さんも当然そういうヤジがあったんでしょうけどね。でも笑えるやん、なんか新井さんって。リーグの本塁打王のタイトル取れたんじゃないですかね。いろいろと他にも気になる部分はあるが、まずは新井のタイトルから見ていくと、ベストナインは三塁手で村上がいるので、そうか、村上がいて岡本がいるからね、なかなか新井さんとって難しいわな。ゴールデングラブなんて当然なく、で、本塁打王のタイトルも、やっぱ村上がいるので、そこも取れず、それ以外のタイトルにも名前がなく、ちなみに村上は首位打
打者でもあって3割0分5厘を記録していて、本塁打の数に関しては41本打っていて2位に岡本、31本は全体3番目。やっぱ30本打てる選手がいないんでね、当然こういうことになってくるんですけど、同じポジションで上には上がこいつがいてこいつもいるんで、まあしゃあないわ。新井さんとて打点に関しても105打点なんで、あ、村上三冠王なんですね。新井さんのタイトル取ってないことを目行きすぎて気づかなかったですけど、2年連続の三冠王だって素晴らしいですね。こんな世界があったらリアルでもすごくヤクルトがあそこまで落ち込むことはなかったんじゃないかなと思ったんですけど、リアルであった。でカープも強かったというのはリアルでもあったことなんですけど、なぜこの世界弱いのか。それは明確に投手に欠点があるというデータが出ていて、先発で見ていくと、いやいいですよね。4人の投手が規定投球回到達していて、まあ投稿ということを考えたら3点台はそこまで評価されるわけじゃないですけど、そこまで悪いという印象も受けない。問題点があるとしたら救援の部分で、ホールドポイント順に並べてみると、ホールドポイントトップの島内が 4.84、 勝ちパターンの投手が今シーズンずっとズタボロで、これが9回の敗北に絡んでるっていうのは異常だよね。時点で栗林 2.83 も悪くはない印象ですけど、もっとできるやろという、そういう能力でもあるし、ターリーとかもリアルでは活躍してたんですけど、この世界では打たれることの方が目がいっちゃうしね。矢崎もさほどいい数字はない、中崎もかつての力がないし、大道もそうでもないし、ケムナもズタボロや。そんな投手を1年多く使われてますからね。この 4.84 の時点で勝ちパターンから外せばよかったんですけど、別に固定してるわけじゃない。その辺は選手とか起用に任しているので、変わることも当然あるんですけど、変えなかった。まあ、変えがいなかったっていうのが正解じゃない。守ることができてないんだから、新井さんができることっていうのは監督としても選手としてもこれが精一杯だったということで、残念なことになってしまいましたね。優勝する姿、そこで活躍する新井の姿を今回の動画で見ることができたらよかった。そして対決の部分に関しては、選手を作った時点で分かりきってた結末が今画面に映ってるということになっておりますね。差があまりにもありすぎる、誰がどう見たってってことですよね。で、同じ立場の選手だということを考えてください。同じキャリアで同じようにここまでは愛されてきた。しかしこれから同じように愛されていくかと言われたらどうだろうか。数字に差がありすぎて片方がひどすぎんねんな、僕の選手、先行選手が。これでは来年以降同じように愛してはくれないし、なんなら球団からお前出てけって言われる。リアルは近かったやん。広島カープから離れた新井さん、そっから阪神に行ってカープファンに一時期嫌われていて、それで戻ってきて活躍して監督にもなったから、今新井さんを嫌いっていう人は広島市内には絶対いないでしょ。僕の選手、先行選手は違う。もうこの先誰からも愛されないし、カープからも必要されないし、じゃあ阪神で FA で行けるのかって言われたら行けるはずもない。どこからも愛されない、誰からも需要のない、そんなものと愛されてる選手の対決もちろんですが、新井新監督、今季1年広島カープを A クラスにまた CS ファイナルステージ導くというのは本当に素晴らしかった。ただやっぱ監督として求められるのはこれからですからね。この1年の中、選手の育成、下での育成というものをしっかりとしてきた中、これからいろいろとやっていくことがあって、最終的にその複数年契約、監督としてのそれが終わった時にカープの現状がどうなのか、名選手であることは間違いないし、それを証明した今回の対決サクサクセス、そういう数字も残してきたよ。名称なのか、これからリアルタイムで確認していかなきゃダメなことなので、新井新監督は来年再来年と続いていく監督としてのキャリアの中でどのような道を辿っていくことになるのか、ぜひ注目して見てみてはいかがでしょうか。ということで今回の対決はこれで終わり。最後までご視聴いただきありがとうございました。